ちなみにここからクレーまで61キロあるらしいですね。一応サイクリングコースになってるみたいですけど、これ先生相当ガチンコネットですよね。起伏もありますし。あ、来た。これかな。あ、今度のバスは新しいな。生き乗ったバス、相当レトロなバスでしたけど、今回は相当新しいバスか。おお、今度かな。はい、ということでバスに乗ってまた戻ってきましたけど、豊陽港ね、豊陽港旅客ターミナルね、あれ面白いですね。なんかこのバスの補助金みたいなのが市の方には出てるんですかね。あら、さあ次が2時25分で、次来るのは14時47分。ちょうどええ時間ですね。
はい、ということでね、またすっきりと荷物、ね、あのわーわー持ってた荷物がすっきりしましたけどね、これね、なんや荷物なんやホテルもらってクロック置いてきたかって言ったらそうじゃないんですよね。ああでね、郵便局ちょうどね、区でね、駅のすぐ近く、このプレストさんのすぐ前に、郵便局があって、この区で郵便局はおそらく普通局なんですね。普通周波郵便局ってことなんで、あの郵便の車が止まってますよね。ここダイハツ車残ってるんですね。あれね、パワーステついてないんですよね。あ、そんなこと置いといて、で要は郵便局でですね、実は郵便局の悠々窓口、これ時間外ね、土日はね郵便局閉まってますけど、こういった普通郵便局は、郵便局は開いてるんです。で、悠々窓口ってところがあって、クレの場合は8時までやってるそうです。日曜日もね、なんで、よかったら5時とかで閉まっちゃいますけどね。そう、で悠々窓口という郵便局がある。そうするとそこで郵便局の荷物の発送がね、できるよとか、それは知ってると思うんですよ。 U パックが送れるよっていうのは知ってると思うんですけど、実はここでですね、ちゃんとね U パックを発送する用のね段ボールも販売してるんですよね。ね、ごめんなさい、取っときゃよかったんですけど、まあ、あの届いた時のやつを取っときますね。こんな感じ、まあ、要はこんな感じで、要は段ボールを買ってですよ。で、段ボールの中に荷物を詰めて、発送すればもう帰り前手ぶらで行けると。で帰ったらまあね、宅配ボックスがいいんで、そういうとこ入っとるというわけでございますよ。というね、裏技がありましてね、今回はそんな裏技でもないんですけどね、まあね、郵便局のサービスは、まあ、よくあるじゃないですか。ね、あの空港とかで、すごいキャリーバッグとかガラガラってね引いてる人が、それを、スキーの荷物なんかもね、送るサービスあるじゃないですか。あれと同じような感覚ですよ。で、意外と段ボールを日曜日とかでもその郵便局の窓口で、売ってるところがあるっていうのはね、知らない方が多いんで、それなんですけど、実はね、売ってますですんでね、それでね買ってね、その場で入れてですね、ラベルもねその場で用意してありますから、あの郵便局のゆうパックのラベルがね、それを書いて出して、料金はまあその場で払ってもいいですし、着払いにしといてね、後からでもいいですけど、まあその場で払っておいた方が楽ですけどね。宅配ボックスとかも使えますからね。そうすれば着払いだと宅配ボックス使えないんでっていうねところがあるんで、それを使って、やれば晴れてもうね行けます。まあちなみに料金はね、クレから四日市まで1320円ね。まあこれがいやいやいや1320円もかかるんやったら、手も手に持ってったら嫌ないかね、手に持つ回り品にもなるわけだよねっていうね、のもあるかもしれませんけどね、やはりね荷物ね手軽にね旅した方が楽なんですよね。なんで私はこの方法をとってます。まあ今回これ10月の値上げ後のねお値段ですから、ちなみにね、じゃあなんでお前こんなポスターの残っとるんやってね、これ山本さんのポスターですけど、なんでかというとですね、単純な話で100サイズのやつで買ったんですけどね、100サイズのやつに入らなかったんですね、このポスターちょっと大きすぎて、それだけの理由です。で、120サイズにすれば入るみたいだったんですけど、さすがにちょっと120サイズにすると料金がねまただいぶ高くなりますから、それやったらね、まあ、これぐらいはねポスターですから重くはないですから、持っといたら、まあ、ちょうどねこのトートバッグ、別の動画でやってると思います。これすごいです。ファーストサブスクールJMSTF ってことね、これは江田島限定のねトートバッグ、これちなみに非売品らしいですよ。あのねちょっと非売品ですけど、ちょっといっぱいお土産お買い物したら、どうぞってこれに入れてくれました、ラッキーってことでね。さあ、じゃあ向かいましょうか。はい、ということでですね、大和ミュージアムに向かうわけですが、いくつかね、問題というかありましてね、まずね、本当はね、ここで呉に戻ってきて、裏代表のね、シアと一緒に、行く予定でおったんですけど、
いや、もう時間も時間やし、あの、野菜の方、あの、もう準備してくるわって。あれ、じゃあ、大和ミュージアムはって言ったら。いや、俺、じゃあ、あの、明日次の日。もう、あの、もうクックデンに来て、あの、見てくということでしたもので、おっとと。私は実はこの次の日はね、もう予定というか、自分の中でね、あの、全然、あの、クデン以外のところにちょっと行く予定を立てておったもんで、あ、じゃあ、もう、また別のコードで、俺はもうね、今回はちょっと2日目の野戦はちょっと参加をせずに、大和ミュージアムの方を今日、今のうちに見とくと。ね、まあね、あの、野戦でね、皆さんがわーって参加してる時やったら多分吸い取るやろし、というか、ね、魂胆もあったんですけど。ってことでね、大和ミュージアム見てきましたけど、ちょっとね、動画とかで全然すいません。さ、あの、撮影とかも、全然してなかったもんで、あのね、あんま写真が本当に1万2枚しかなかったもんでね、もうこのね、山本さんの写真で、まあ、山本ミュージアム、中見てきましたよ。特別展とね、全部見てきましたよ、ということです。チケットはね、こんな感じでね、もう一般のやつです。あの、特別チケットね、なんか、ポストカード付きのやつがね、売ってたらしいですけど、ちょっとそれはね、もう売り切れておったんで、やはり、もうさすがにこの時間売り切れておったんで、16時18分ですからね、夕方の。うん。まあ、普通のチケット買って、まあ、普通に中見てきましたよ、ということですね。でもやっぱいいですね。大和ミュージアムはね、やはりこの大和さんの模型。これはね、すごく見応えがありましたし、全然、あの、ね、800円、十分な価値があるんじゃないかなと思います。で、やっとったらですね、もうこう、やっぱ、もう皆さんね、こんな時間からね、準備始めるんですね。すごいですね、わーっと集まって、赤いハッピーがクレのやつなんですよね。まあ、いかにも広島らしい色といえば、広島らしい感じですけど、多分、カープのハッピー着ててもバレないんじゃないかな、ちぐらいの感じでしたね。で、まあ、で、実際、ね、あの、イベントが始まったところの画像はないですけど、もっとね、人は、いや、これ、ここからさらに集まってはいましたけど、なんか、土曜日の方のが、奥まで多かったかな。土曜日はこのね、あの、わーって人が見える、さっきの奥までバーっと埋まってましたもんね。どうなんでしょうね。でも、まあ、すごい人でしたよ。あの、一応、旗からね、チラリとは見てました。あの、チラリと見えるところを見てみましたけど、すごい人でしたね。ということで、帰りはですね、前日と同様ですね、前回ので、ね、味を占めましたので、呉の、フェリー、呉から広島のね、フェリーに、乗ってきましたよと。これ、20日、そうですね、これが、チケットですよと。いうことですね。ということで、昨日、その前回と同じですね。まあ、ここはもうですので、動画とかもね、特に撮らずに、もう同じように船に乗って帰ってきました。やはりね、こちらの方が空いてましたね。で、もう席もね、いっぱい空いてたんですけど、ちょっと今回はね、あの、後ろにあったデッキの方ですね、外に出てですね、これ、あの、江田島の、名刺ということでね、同期の桜というね、あの、そうですね、同期の桜、あの、ね、あの、軍事関係とかね、好きな人でしたらね、同期の桜と、ご存知かと思いますが、あの、まさに同期の桜のが、あの、江田島なんですね。はい。ということで、同期の桜の、という、これ古田が作ってるのと一緒の酒造会社のようです。ちょっとお酒の味が違うみたいですけど、今回はちょっと古田じゃなくて、この同期の桜を買ってきましたよ。で、ちょうどこのね、裏代表のね、シアテリアのちょいちょい名前が出てきとるのね、彼が実は同期なんですよ。大学の同期なんで、お、ちょうどいいじゃないかということで、同期の桜でこう、ね、このフェリーで、海を見ながらですね、ちょっと何回ね、呉の海を眺めながら同期の桜を飲むと、いうことをね、してきました。で、まあ、無事着いたらですね、広島に着きましたよ、ということです。まあ、着いたらなんか、あれ、もみじ亭もなんか、あ、なんか、すごいことになってますね。もみじ亭は、お好み焼き屋さんですよね。燃えた燃えるお好み焼きらしいですけど、大丈夫でしょうかね、どうなんでしょうね。まあ、ちょっとね、気になったんですけど、ちょっとね、すいません、あの、よれやんかったもんで、まあ、こういうのも出てるんですね、っていうのを見ながら、私はですね、この日はもう一泊、広島でですね、ホテルに泊まるんですけど、まあ、ちょうどそのホテルもね、ちょっと、動画を撮ってきましたんで、それはまた、次回の動画で、なんですけど、まあ、大体、おや、というね、感じのね、
画像がね映ってると思いますけど、なかなかすごいホテルでしたよということでですね、これでねひとまずこの動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。